足腰マット竹なんか独占もした何これこの足腰マット、立ち仕事が楽になる独占っすよ、ね、ドリブルのやつも高いんじゃないですか。ドリブルのやつ7万円くらいしますか。保護スポンジ実はあのパイプのところに青チョコ カパッてはまればね、うん、カパッてはまれば行きますか、うん、行きますか、うん、行きましたか、うん、あ、これはこの金額なの、これにしましょうか、配線保護ですけど、うん、この金額ならこれにしましょう、2つで350円ってことね、4つ必要ですね。さっきのあれだけ買ったらなんかいいもん買えますか、これにしたらしいです。ついにね、あのジェロニモのスーパーマンロードで言ったら第一関門突破した感じがします。高さどのくらいがいいですか。高さはいくらでもお任せします。あんま落ちると50センチくらいかな、まあ、あの自分が座った時に頭が天井にぶつからなければっていうか。ああ、そういうことか、うん、40センチくらいですね。そうですね、25センチにすると、うん、4つ1メーターで作れる、うん、そうすると20センチのものが下に入ります。ああ、だから収納はそんなにでかくなくてもいいんですよ、ええ、できれば空間がいたくれた方が私としては嬉しいという。1メーター、1メーター。ここは何センチあるんでしょうね、この下のところ。この下の椅子のところからこう出さなくちゃいけないってことでしょう。僕横にセットするっていうイメージ。横？はい。どういうことなんだろう。こうトランク開けたらこうセットする。縦にセットする。縦っていうか。あいつらこう支えてんじゃないですか。こういう風に、こう工藤静香みたいな、嵐をみたいな、おおこうしてみたいな。ちょっと動画見てこういう感じですかって聞いた方がいい。